お待たせしました、コーンあずき、あずきです。右手にマイク、左手に地図、歌と旅が大好きな V シンガーです。わーはい、ということでホロメン声優オーディションというオーディションが先日開催されまして、まあ、オーディションのねボイスを撮ったんだけど、オーディションボイスの最初に、まあ、意気込みをねぜひ撮ってほしいとマリリンからお願いをされまして、意気込みどうしようかな。声優さんの意気込みってどんな感じなんだろうな。声優オーディション自己 PR で調べて、ふむふむ、30秒以内でまとめる、端的に小豆を表せるなんかいいフレーズないかなと試行錯誤した結果、右手にマイク、左手に地図、みんな右手にマイクだよ、左手に地図、どうですか、その小豆思い浮かびますか。歌い出したり地図を見たり大変ですがあとね、第一声はこんにちはと挨拶から始めて、何々所属、何々ですっていうことをねこれみんな一発で小豆のことをきっと覚えてくれたかな。あ、これすごい山登ってるなあ。あ、高山、飛騨高山じゃないですか。私気になります、ホロメン声優オーディションの話は。マリリンになんかよかったらあずきちボイス撮ってくれないと、えへえへ、個人的にお誘い受けちゃいまして、マリリンのためなら撮ります。どれを撮ってほしいですかと聞いたところ、女キャラとグワッとというお、頑張るぞと思って、なんか一言ぐらいなのかなと思ったら、結構そのキャラクターに 5種類セリフがあって、なんか好きなのだけ撮っていいよって言われたんだけど、いや、これは全部撮るならちゃんとその台本にちゃんとね、キャラ設定と、まあ、どういう生い立ちかと、あとまあそのセリフ、どんな時に言ったセリフかみたいなのが書いてあったので、いや、これちゃんと想像力をね働かせて、これは真剣に本気でやろうと。でもなんかそのキャラ設定にはすごいなんかおおらかな部分もあるって書いてあったのでまあそれをどう表現しようかなというのはすごい悩みましたね。いや、そうだ、ちょっと聞いて、リアンナちゃんは本当にお嬢様みたいな、あら、おかわいいことみたいな、かぐや様みたいなみたいな感じでやっとってたんだけど、違うわみたいな。実はリアンナはあのテイクになるまで、リアンナ1、リアンナ2、リアンナ3であって、実はリアンナは 3バージョン撮ってました。めっちゃ仕上げた、やるからには本気で。そう、どっかで聞きますか。あとあれですね、最後のセリフがめちゃくちゃ長文で一言で言うセリフでいや、あれめっちゃ難しかったよ。もうなんかもう一回言えって言われても、結構何回も練習を重ねないと無理な、あなたはなんとかかんとかだろろろろろって、えなんだかんですわって言ってましたけど、いや、あれもさ、なんていうの、もう一文で台本は書かれてたから、いや、これは高速で言った方が相手に刺さるでしょっていう。あそこはですね、でもあずき何回も実は噛んでますので、引き止まり、何回も噛んでは取り直しましたから、一回落ち帰るか、落ち帰る。まあ実は、まあ、あずきはこう声優さんに憧れて人生をがね変わったアニメがありまして、いや、魔法少女リリカルナノハというねアニメをね小さい頃見て声優さんですごい、まあ、そこからね声優さんになりたいなっていうね幼少期をねナノハ完売ということなんですが、ここはってどこ、本当に
久々迷子ですよ。イエーイ。はいはい、うーポンポン、うーせーの、ゴーゴーレッツゴー。